小でいなければいけないし、セクシーでいなければいけないし、強くなきゃいけないし、惑わされなきゃ、惑わされちゃいけないし、そうね、つかみどころのない、隙のない女性だと思います。まあ、アクションも多かったんですけど、英語のセリフも日本の映画の割には多かったんですよ。なので、英語でお芝居をしなきゃいけないっていうことが一番大変だったのかな。似てるっていうよりかは、女性として生まれたならこの人みたいに生きたいなっていうふうに思うことが多かったから、そういうふうに女性にとっても男性にとっても魅力的な女性に映るように演じられればいいなと思ってました。アニメーションとかだと、例えば峰不二子の声ってこういう声っていうものを日本の人たちは大体想像するものとかもあったりするんですけど、私はそのアニメーションの藤子に寄せようって思ってやっていたわけではなくて、やっぱりその台本読んでこう出てきたイマジネーションと監督と話してこう作っていくものとで、その漫画とアニメが持ってるその精神、なんて言うんだろうな、真ん中の芯の大事な部分は残しつつも、こう基本的には実写版でしかできないこと、新しい峰不二子っていうものを演じたつもりです。ゴキブリ。サンタモニカの牡蠣が美味しいところに行きました。天気、気候。The weather. The weather. Climate.